今シーズン J1 は残り6試合です。シーズン序盤は本当にいいスタートを切った浦和レッズとヴィッセル神戸ですが、現在7位の浦和レッズ、10位のヴィッセル神戸、さあこれからどちらが上位に食らいついていくことができますか。今日は大事なゲームです。神戸はこのところ3試合連続失点ゼロ。チャンス先制、しかし旗上がってませんね。先制点が入りました。あっという間でしたが、これ柱谷さん、そうですね、これいきなり背後のボールだったんですけども、はい、小川がライディングサイドの背後に、まあ、いいタイミングで走り出して、最後のところはちょっと競り合いになったんですけれども、あっという間に抜けましたね。そうですね、組み立て直しはヴィッセル神戸。ずいぶんうまくビルドアップしたかなと思ったんですが、レッズが奪いに行きます。さあチャンスだ、神戸。青森のシーズンですね。さあもう一度アタッキングサード、前を向いて柏木、右足で入れました。どうだ、一山越えればというシーンでした。レッズ同点ゴール入りました。1対1、うまく方向を変える覚悟で今矢島決めて1対1。もう一度今のシーンを見ていただきたいんですが、サイドで一度柏木がいいと角を取りに行くんですよね。右足のクロスボール、ここ一山越えればというふうにご紹介しましたが、この後一度クリアしたんですけれども、宇賀神シュート気味のボール、はい、最終的には矢島、これうまく面を合わせました。そうですね、右足のアウトサイドですね。はい、ボックス内3人、入れたボールを一度クリアします。入れた、シュート、キーパー弾いて取り直して、キムスンギュ、いやこれもまた鋭いシュートでしたが、キムスンギュがうまく抑えました。一度戻して柏木、正面マウリシオ、シュートへ、キーパー、いや今いいシュートだったですけれども、はい、キムスンギはもうギリギリの判断で外に流しましたね。今セカンドボール狙いに来たウラレッツの選手いたんですよね。はい、まだこの高さ、そしてよく見ていました、ボール来る、相手を背にしてシュートへ、わずかに外れたがフィニッシュまでようやく持っていきました、渡辺和真。マウリシオ、いいところを見てました。1人かわして、剥がしてシュートがクロスだ、頭、キーパー、コロキのヘディングシュートにキムスンギュ、いい流れ、シュートまでは非常にいい流れ、しかしキーパーのキムスンギュが立ちはだかります。サイドを変えてディフェンスをちょっとずらして、間ですよね、はい、で腰ためてこのヘディングもね、ミドルか、それともポドロスキー、ワンタッチ、チャンスだ、どうする、リフレクション、まだボール回収、ポドロスキーは外に回ってきた、中を見てポドロスキー、入れるボールはシュートへ、ニアサイドのクロスボール、大月へ、これはこういい形作りましたね、スイッチ入りましたね、今ね、新潟戦にポドルスキーは88分に点を決めました。あ、チャンス、レッツビッグチャンス、どうする、そのまま剥がして、コロキー、キーパー正面に強いシュートが行きました。キムスングがっちりキャッチ、いや最初に狙えるチャンスあったんですけども、あえてドリブルを、ね、選択してやったんですけれども、はい、レッズヘディングバー、そしてゴール前、最後クリアしました。
そして落ちたところ。あ、これはファール取ったんですね。ハンドかファールですね。そして今歓声の中試合が終わりました。結局1対1の引き分けということになりまして、両チームに勝ち点1がプラスになります。